で、まずエンジンブロックからやっつけていくんですけど、シリンダーヘッドそれからオイルパン、これは色が異なるんで、それはまた別でくっつけないで、まずこの謎ってことじゃないんですけど、キャブレターのこの部品ですね、エッチングパーツでエアパネルとキャブレターの間に何かがある、要はプレートがあるっていうことですね。なんだこれ、わかんない。このパネルとの間にこうペトッとつくということです。で、実写でね、写真いろいろ見たんですけどないんですよ。ラッパが直接ポンとつくんで、なんだろうかなと思ったら、1枚だけね、なんかこうタムだと思うんですけど、1枚だけそんなそれっぽいのが、確かに鉄板刺さってるのがありました。まあ、せっかくついてるパーツなんで使いますけどね、でもいいのかな。ただファンネルの固定にはあった方がいいと思いますから、パーティングラインが走ってるんで、それを削らないと多分くべな。つけるならつけるで、ちゃんとやらないと。ナンバープレートの、ナンバープレートがちょっと厚みが気になるんで、薄くしてます。まあ、裏側のピン、取っちゃってね、削るだけですよ。削って周りをちょっと薄めに仕上げてやればいいのかなと。多少の隙間は許容範囲かな、どうだろうな。悩ましいのが塗装ですね、塗装。ほぼほぼ黒とシルバーの部品しかないんで、まあ一部木目調もありますけどね。まとめて塗装となると、ちっちゃい部品ばかりいっぱいになっちゃってね。僕はある程度パートで分けて今までほら塗装してたんですけども、一回全部まとめて塗装しようかとも思ったんですけどね、なんかこう自分を見失いそうで、自分を。なのでやっぱりパートごとに分けますか。エンジンはエンジンでね、エンジンはエンジンで、で足回りは足回りで。あ、ご飯できたかな、ご飯炊けたみたい。室内は室内でて、やっぱり通常通り行きますか。ちょっとね、室内はまた、今回はあんまり、今回ビニールレザーですよね、シートが。どうかな。まあいいや。室内はちょっとモジュレーション、モジュレーションって戦車かよ。
光の加減を考えた塗り方をするんで、胴体は胴体、車体は車体、そう、今これね、これをまずサフから拭くじゃないですか。で、車内パーツとかの他のパーツも一応黒サフ塗るんですよ。あまり意味ないのかなって感じもするんですけど、その流れでどうしようかって考えてたとこです。で、これリアのスポイラーで足をつける場所が一切なかったんで、接着面にランナーを仮止めっていうか流し込み接着剤でくっつけただけです。紐付けですね。ちょっとつっつけばすぐ外れちゃうような感じなんですけど、これで塗装はしやすくなりますよね。で、あとボンネットは例のというかヒンジつけちゃいました。実車にないヒンジですね。実車にないヒンジ、これをつけることで塗装がしやすくなるんで、表裏と塗れますから、これで塗っていきます。あとは、車体の方ですね。で、一応アンダーボディもサフ拭きますかね。あんまり意味ないと思うんですけど。でね、まあキットの指定、こっちがキット特に指定なかったんですけど、全部シルバーです。全部シルバーで、キットの指定のここの部分だけ、室内のフロアですね、フロアパン、特にこの車体どうなんでしょうね。実際にこんな感じな写真が結構あるんですよ。鉄板剥き出し、もし、確か多分それで合ってるんじゃないのかなって感じもしますんで、車内の何て言うんでしょう、快適性を提供するようなそういったものが一切ないという非常にスパルタな車ということです。クロスサフをですね塗っていくんですけど。とりあえずね、今塗るのはエンジン周りじゃねえや、ボディで、ボディとついでにエンジン周りもやります。これボンネットね。で、まあ基本的な部分ですね、塗る前の準備としては、この塗装ブースだけではなく、ちゃんと部屋の中全部ね掃除しましょう。まあ、掃除の手順としては、こういうので部屋の高いところから順に全部埃を落とす。で、まあ今これパーツの埃も落としてるんですけどね。部屋のほこりを落としたら10分15分ぐらいしてから、今度は部屋の床周りの掃除ですね。掃除機でガーッと物をどかしながら隅から隅までやった方がいいと思います。で、まあ、ボディ周りと一緒にエンジン周り、まあエンジンの組み方やったりが最初なんで、エンジン周りから塗ってきます。で、パーツ全部一緒に塗っちゃってもいいんですけど、同じ色が多いんで、まず塗装ブースの中、塗装ブースのスペースが許せばというのと、あとはまあ部品の管理、パーツの管理がちゃんとできればという条件付きですよね。で、僕は自信がないので、エンジン、足回り、あとは車内っていうざっとした流れで、細々と塗ってます。
まあ、この車の場合、ボディをシルバーにするんで、白でもいいんですけどね。まあ何でもいいんですけどね、色。実車はシルバーか、実車はシルバーか、白が標準色だったということです。で、今まあホコリを落とし終わりましたんで、でまず黒サフですね。黒サフをどこまで行くかな。全部いっちゃうか。黒サフを全部塗ります。1個だけね、結晶塗装があるんで、シリンダーヘッドの結晶塗装ですね。これだけ黒サフを薄めないでやってみます。これはね、0.5mm ですね。0.5mm の、エアブラシ。まあこの音のように。ざらついた感じは出てるかな。本当はね、このキャップの形変えたかったんですけど、もういいやってなってます。で、他の塗料は、これを薄めて塗っていきます。他の塗料、他のパーツですね。他のパーツは、サフ3の爪木7ですかね、ぐらいの希釈で塗っていきます。で、まあ何だろう、1回では塗らないので、ちょっとずつ、サフとはいえちょっとずつ塗っていきます。で、これ本当は持ち手は後でつきます。とりあえず僕は車内はどのキットもこの、まあ内色ですね。天井は天井の色で塗るんで、これスカイラインはどうなんだろう。黒かな、グレーかな。ね、内側塗ってからまあサフはねこれでいっちゃうんですけど、で実この黒いパーツに関しては塗って必要ないかなって感じで、軽く、ですね、軽く。持ち手、ね、これで。これで立つかな。いけるかな。いけるな。どうしよう。真ん中にやっとくか。で、まあパーツ部品、エンジンとか、こっちが。エンジンとかも銀色のシルバーのなんだ、素材シルバーのプラじゃないですか。まあそんなに光は透過しないんですよ。なので軽く、まあ食いつきよくさせるため程度にっていうあれでもいいかもしれない。で、この後ね、
シルバーの部品はグロスの黒を塗るんで、まあ人によってはプライマー使わないっていう人も多いでしょうね。キャブレターもね、ちょっと手を加えるかどうしようか組み立ててからでもいいかもしれない。何をブツブツ言ってるかというと、キャブレターのスロットルのこうロッドですね、あれをどうつけたいなと思ってたんですよ。トレックスはあ、今使ってるヘアブラシはこれエアテックス の 0.5 ミリですね。一応なんだこれは ノズルのオプションで0.3 0.2、0.3、0.5 だったかな、オプションでそのノズルとニードルのあとカップと交換ができるタイプ、使い勝手結構いいですね。軽いです。アルミのボディなんで、ただまあぶつけるとちょっと壊れやすいかも、ケースが。あ、たまたまアマゾンで売ってたのがこれだったというだけです。売ってたのがこれだったという。あ、なんでサフェーサーの役割としてはプラスチック独特の光が透けて見えるというのを止めてしまうのと、光をブロックする、あ、逆にこれはブロックしなくてもいいパーツなんですけど、実写ではプラなんで塗っちゃったい。でこの後削るんで、ある程度の塗装厚、まあ極端に厚塗りする必要はないですけど、まあ、しっかりは塗った方がいいですよね。じゃあ研ぎ出しですね。研ぎ出しの時はこれ必要ないんで取っちゃいます。で、使うのは耐水ペーパーが1200番、スポンジが 3M の1200から1500番ってやつですね。分けてるのが、あ、フラットな部分はこの耐水ペーパーでいいですよ。で R がついてるようなとこは、まあ内 R 外 R 逆 R R 逆 R はこっちを使います。でここはね、空取りやってますね、僕は空取りで。まあ例えばこれならば、表面がそんな厳密にはやらない、表面がさらっとした感じになればいいんで。ただ比較的サフェーサー自体もこれ1500かな、だから比較的さらっとはしてますけどね。これ切ったやつあるんですよ。なのでこういう
R の部分、先端の R がかかってるような部分はスポンジヤスリを使って、まあ、大体均等にこのすり跡がつけばいいのかなという感じはしますね。いやー、ちょっとこれ歪んでるな。ちょっと今回これ気がつかなかった、このモールドの表側ですね。こういうのがサフェーサー塗ると見えてくるんで、場合によってはこういうところ後で溶きパテを持って成形をして、でまあその上はサフェーサーじゃなくてもいいのかな、まあ、サフェーサーまあどっちでもいいや。そう、この研ぎ出しやねえや、この工程なんて言うんだこの工程はなんて言うんだ、まあ、このプライマーじゃない、サフェーサー磨きで出てきたこういうエラーですね。こういうのは分かりますか、これですね。ここ分かんないかな、これね。でこういうのはもう溶きパテを持った方がいいですね。溶きパテ、ミスターサフェーサーの500番の溶きパテですね。これでもうここに持っちゃいます。後々ボンネットの歪みになっちゃうんで、これを確実に。いや、嫌なのがその真ん中にねモールドが出っ張りがあるんで、そこが嫌な感じ。ちょっと広めに、広く薄く、ちょっとうまく磨かないとダメですね。これもあと硬化してからです。そういうのが見つかってくるんですよ。本当はこの前の段階、サフェーサー塗る前の段階で気がつかなきゃいけないやつ。このヤスリの側から伝わってくるフィードバックが変わってくるんで、スルって感じになったらそれで大丈夫です。毎回言ってますけど、できるだけR に合わせてこう曲げて、全体均等にかかるような感じで磨くといいと思います。で車体側、じゃあちょっとルーフの方からやってみますか。ルーフのこの平べったいところはこいつで、サフェーサーのならしに限らず、この後の研ぎ出しもそうなんですけど、中研ぎ出し、指には全然力入れないで、もう乗せてるだけな感じで、
で結構ボディが削ったりしたとこが多かったので、そのアラをこの段階で鳴らしてしまうという意味もありますね。まあ、なのでもしかしたら同じようにパテを乗せなきゃいけなくなるところが出てくるかもしれないです。あとエッジはね、なるべくやっぱりヤスリを当てないように、当然ちっちゃいパーツはこんなことしなくていいですからね。このボディのこのシルバーのるとこっていうか、このボディの大きいとこだけですよね。例えばシャーシもシルバーには塗りますけど、あんなとこは研ぎ出ししませんから、こういうこともしませんから。こういう細かいとこはピラーとか細かいとこは耐水ペーパーが絶対いいです。なので今の作業というのはあれですね、サフェーサーのこのつぶつぶ感を消していく、サフェーサーのゆず肌を鳴らしていく状況ではあります。このラインがちょっと難しいというか、かなり難しい。あまり追いかけない方がいいですね、こういうところ。どっかで諦めないと、多分追いかければこれ下地出ちゃうんで、また塗って削って塗って削ってっていわゆるハマった状態になっちゃいますから。トリッドのリアにつながるこの面構成がいいですね、かっこいいですね。こういう感じ、まああとはもう片側だけです。こっち目磨くだけなんで、さっきのボンネットの修正もあるんで、ここで一旦止めますね。で、まあボンネットを修正して、次の作業が、先にボディ塗っちゃいたいんで、細かいパーツ、まあでもシルバー絡むからな、細かいパーツも一緒に塗装かな。一回ボディにツヤありのグロスブロック、グロスブラックブロックじゃないよ、グロスブラックを拭いて、でその時にまあ小物パーツの先にグロスブラックを拭きます。で、小物パーツ類のフラットブラックとかセミグロスブラックとか
で、その後マスキングしてシルバー、そのシルバーの時にこのボディのシルバーを塗っていこうかなと思ってます。まあ、あくまでもこのパーツはエンジン関係とりあえずやるだけなのかは塗装の段取り組んでないんで、それでは今日はこの辺りまでかな。で、次回は、塗装編に入っていきます。それではまた。